カドモスとハルモニアーハルモニアーは、ギリシア神話の女神で、調和を司る。長母院を省略してハルモニアとも呼ぶ。アレースとアプロディーテイの娘とされる。定イの子想、カドモスと結婚し子供を産んだが、子供たちはことごとく不幸な死に方をしたため、神の呪いがこれ以上定イに降りかからないようにと、カドモスと連れ添い、定イを出て、放浪の旅に出た。 カドモスがヘビに変化する際に、ずっと抱き続け最後には、自らもヘビに変じてしまった。その後二人は、エイリュシオンの野に住むこととなる。カドモスとの結婚式の際に、祝いの品としてもらった首飾りと、婚礼衣装は、定売王家に代々受け継がれ、それぞれ定売ゼメの七章、エピゴノイにて、買収工作に利用された。カドモスとハルモニアの結婚式は、 オリュンポースの神々が3でした。初めての人間同士の結婚式であり、すべての神々が贈り物を携えて、カドモスの家を訪れた。その際に贈られたものの中でも有名なものが、チョイとヘイパイストスによって作られた首飾りであった。これらは、それぞれアテーナーとヘイパイストスからの贈り物とも、ゼウスがエウローペーに贈ったものをカドモスが譲り受けたとも、 アプロディーテイが贈ったとも言われる。これらの贈り物は身につけるものに美しさや気品を与えた。ハルモニアーがアレースとアプロディーテイの子であることを憎んだアテーナーとヘイパイストスが蝶いに美薬を浸して与え、ハルモニアーの子孫の呪いとなったという説もある。その他にヘルメイスは縦ごとを、カドモスは豪奢な上着を彼女に贈り、デーメーテールは法上を約束した。 ありがとうございます。